マックスウェル・エバーアッツ・マックス・パーキンズは、アメリカ合衆国の書籍編集者である。チャールズ・スクリブナーズ・サンズ社に勤め、カイ・スコット・フィッツ・ジェラルドや、アーネスト・ヘミングウェイ、トーマス・ウルフなどの作家を見出して分断へ送り込んだ。父エドワード・クリフォード・パーキンズは、ボストン出身の美術評論家、チャールズ・キャラハン・パーキンズの息子であった。パーキンズ家はもともと実業家だったが、 チャールズはハーバード大学在学中に海外興味を示し、その後アメリカ発の美術評論家となった。息子のエドワードも父と同様にハーバード大学へ進み、後に付属のロースクールを卒業した。母エリザベース・ウェバーツはウィリアム・マクスウェル・エバーツの娘であり、パーキンズの名前はこの祖父からもらったものである。エバーツはイエール大学からハーバード大学のロースクールに進んだ。 弁護士でラザフォード・ヘイズ政権のアメリカ合衆国国務長官を務めたほか、ニューヨーク州選出の上院議員として2期務め上げた。父のワシントン生活中、エリザベスは女主人役をよく務めていたという。父方の祖父にあたるチャールズ・パーキンズはヨーロッパでの美術評論生活から財産を使い果たしてしまい、もともと先祖が移住してきた土地であるニューイングランドへ戻ってきた。 ウィリアム・マックスウェル・エバーツとの家族ぐるみの付き合いはここで始まり、パーキンズの両親は二人が24歳になった1882年にバーモント州ウィンザーで結婚した。二人はニュージャージー州プレーンフィールドに今日構え、エドワードはニューヨークの法律事務所に勤めた。二人の間には6人の子供が生まれた。パーキンズは1884年9月30日に ニューヨークマンハッタンでパーキンズ家の次男として生まれた。母方の祖父からとって、ウィリアム・マクスウェル・エバーツ・パーキンズと名付けられ、両親双方の名字を受け継いだ。エバーツ家の人間は金言実直な家風で、花々しいパーキンズ家をあまりよく思っていなかったというが、結果としてパーキンズは名字だけでなく両家の相対するような性質も受け継ぐこととなった。パーキンズは16歳で、 ニューハンプシャー州コンコードにあるセントポールアカデミーへ入学した。1902年10月には父エドワードが肺炎のため44歳で死去した。パーキンズは実家へ呼び戻され、ハーバード大学へ進学していた兄エドワードに代わって課長の役を務めた。経済上の理由からセントポールアカデミーを1年で退学し、中等教育はプレーンフィールドのリールスクールで終了した。 あとに、文芸評論家として知られるバン・はイクブルックスは、同郷の友人である。パーキンズは、父や兄と同様、ハーバード大学へ進学した。在学中に彼は、全く使っていなかった、ファーストネームのウィリアムを捨てた。父を亡くしたパーキンズは、貧しい生活を送っていたが、オジプレスコット・エヴァーツの援助で、ハーバード大学の会員制クラブである、フォックスクラブへ入会している。 パーキンズはハーバードアドボケートの編集委員を務めていた。これは学内で発行される文芸雑誌で、当時の寄稿者には詩人のジョン・ホール・ホイーロック、劇作家のエドワード・シェルドン、バンワイク・ブルックスなどがおり、彼らはパーキンズの友人でもあった。中でもブルックスはパーキンズと同郷の後輩であり、二人はウィンスロップ通り十一番地の文芸クラブ、スタイラスで、 しばしば一緒に過ごした。パーキンズは大学で政治経済学を専攻した。またこれとは別に、チャールズ・タウンゼンド・コープランド教授の作文指導講座も受講している。入学当初は留置所に入れられたり、新旧保留者にされたりとあまり真面目ではない学生生活を送っていたパーキンズだったが、コープランドの授業を受けて、以来学業に専念するようになった。 このコープランドの事業はパーキンズの転職となった編集業に大きな影響を与えた。コープランドに恩義を感じていたパーキンズは後に彼が先週コープランドリーダーを出版する際、その編纂や各作品の版権獲得に大いに力を注いだ。1926年に刊行されたこの本はコープランドが事業で取り上げたうち、 特にお気に入りの作品を集めたもので、1700ページの大作ながら数万部を売り上げた。1907年6月、パーキンズは先行していた経済学で優等賞を受け、ハーバード大学を卒業した。大学を卒業したパーキンズは、まず、ボストンのスラム街にある市営のサービスハウスに就職した。昼間は巡回訪問をし、夜は、 ロシアやポーランドからの移民に英語を教えた。1907年の晩か、パーキンズは新聞社に勤めようとニューヨークへ向かい、ニューヨークタイムズが身の編集局長の息子とチキがあったことから同社の社会部に就職した。最初のうちは社会部長に気に入られず、官職に回されたが後に昇格して警察記者となっている。パーキンズの勤めた スクリブナー社の社屋ビル1909年の冬、記者を辞めて勤務時間が固定された仕事に就きたいと考えていた。パーキンズはチャールズ・スクリブナーズ・サンズ社の宣伝部に欠員があることを聞きつけた。スクリブナー社長のチャールズ・スクリブナーはハーバード時代の教授と旧友であり、パーキンズはこの教授へ頼み込んで推薦状を書いてもらっている。パーキンズは翌1910年に スクリブナー社に入社し、死去する1947年まで37年同社に勤め続けた。パーキンズが入社した当初のスクリブナー社は、話題の作家には目もくれず、イギリス風の伝統を重んじた作家の作品を出版し続けるやや古風な出版社であった。彼は入社から4年半ほど、宣伝担当マネージャーを務めた後、編集者の一人が、 他社の共同経営者になるため辞職したのを契機に、編集室へと移動した。パーキンズは、フィッツジェラルドなど、多数の人気作家を世に送り出したことで一目置かれ、1920年代前半には、有望な原稿は多くが名指しで、パーキンズの元へ集まるようになっていた。彼の活躍まで、編集者の仕事は、名作の再販有名作家の原稿での綴りや、 不当店の細かな構成、宣伝文作りなどが中心だったが、パーキンズはその監修を打ち破って善とある作家を積極的に登用した。編集者を始めて15年後には、収入が1万ドルへ倍増していただけでなく、経営者のスクリブナー兄弟から自由に仕事をするよう一任されていた。1930年頃、彼はスクリブナー社の役員となったか、 編集局長のポストにもついて、名実ともに、スクリブナー社に欠かせない人物となった。ウォール街大暴落から始まった、世界恐慌では出版業界にも不況が訪れたが、スクリブナー社は、パーキンズの編集した本などで売り上げを維持した。1932年夏に、アーサー・ h スクリブナーが死去した後、パーキンズは編集長兼副社長に就任した。パーキンズは、 原稿を丁寧に読み込んで助言し、純文学、ミステリーなどのジャンルに関わらず、質の高い作品を作者に求める編集姿勢を貫いた。原稿を丁寧に読み込んで助言するというのは、戦術のように作品にほとんど関与しなかった。それまでの編集者とは大きな違いであった。彼の関心は、同僚ジョン・ホール・ホイ・ロックの言葉を借りれば、アメリカの作家の才能を育て、 アメリカ文学を発展させることにあった。フィッツジェラルドの諸女長編、楽園のこちら側のカバー写真1918年、スクリブナー社へ寄稿していた作家のシェーン・レズリーを、介して、カイ・スコット・フィッツジェラルドの原稿が、スクリブナー社へ届けられた。ロマンティック、エゴティストと題された12万語の小説原稿は、陸軍主観中のフィッツジェラルドが、毎週末を費やして書き上げたものだった。 この原稿は3ヶ月間編集部をたらい回しにされた末にパーキンズの元にたどり着いた。パーキンズは原稿に惚れ込んだが編集室で同意は得られず政府の出版物供給規制策や制作費の問題などを挙げてしぶしぶ出版を断った。出版を諦めきれなかったパーキンズは作品の改善につながる感想をフィッツジェラルドに書き送ったり、 ライバル者へ原稿を持ち込んだりと、この小説の出版に向けて奔走している。パーキンズの熱意の一方で、フィッツジェラルドはこの原稿への自信を喪失しており、彼の助言と骨組みを活かして、意図をより明確にした別の作品を書いた。当初、人格教育とされていた作品のタイトルは、1919年9月にパーキンズへ実際の原稿が送られてきた時には、 楽園のこちら側と解体されていた。編集会議では、作品に眉をしかめる者も,もおり、意見は、ま、二つに分かれたが、パーキンズの説得が実り出版が決定した。ゼルダ・セイヤーとの結婚を考えており、すぐにでも出版したがっていたフィッツジェラルドに対し、作品の売れ行きを考えたパーキンズは、出版シーズンとなる翌春まで待つよう説得した。 楽園のこちら側は1920年3月26日に発行され、1週間後には2万部の大台を突破した。フィッツジェラルドは、スクリブナー社が作品を世に送り出した最年少の作家となり、観光から1週間後には、スクリブナー社にほど近い教会で、ゼルダと結婚した。長編所女小説の成功で、フィッツジェラルドの年収は、 前年の879ドルから18,850ドルへと跳ね上がったが、彼はこれをすべて使い果たして、後の破滅の一端となった浪費生活を始めた。長編第2作目にあたる美しく呪われし、物を書き上げたフィッツジェラルドは、夫妻のヨーロッパ旅行用の金をパーキンズへ無心しているが、この時交わした契約書が元で、 パーキンズはフィッツジェラルドの金銭面を細かくサポートすることになった。この長編には諸女作観光に一役買ったシェン・レズリー、ジョージ・ジーン・ネイサンと並び、パーキンズ宛ての拳字が付けられ、1922年3月3日に出版された。その後もフィッツジェラルドはグレート、ギャツビーなどをはじめ、ほとんどの作品をスクリブナー社から観光した。また、 若手作家のリーダー格として、前途のある作家をパーキンズへ紹介し続けた。その中には、リング・ラードナーや、アーネスト・ヘミングウェイなどの作家も含まれる。リング・ラードナーは、ロングアイランド在住だった元スポーツ記者で、フィッツ・ジェラルドがパーキンズに紹介した作家の一人である。短編集、短編小説の書き方ハウツ・ライト・ショート・ストーリーズは、自作を手元に置いていなかったラードナーに代わり、 パーキンズが苦心して探し出した作品を元に編纂された。パーキンズは先輩編集者から反対を受けていたが、ラードナー本人の合意もそこそこに、翌春の出版リストへ半ば強引にこの本を突っ込んだ。ラードナーの同名の息子リングラードナージュニアは、フィッツジェラルドとパーキンズがいなければ、父は新作を書かなかったかもしれないと振り返っている。 各短編に付けられたケークメータ序文は、パーキンズが執筆の書保本と間違われかねないと考え、ラードナーに書き加えさせたものである。この作品には、好意的な書評が寄せられ、フィッツ・ジェラルドのような若手作家の登用に首をかしげていた、スクリブナー社長、チャールズ・スクリブナー2世も、この作品を気に入った。ヘミングウェイによる、日はまた昇るの原稿の表紙長編第3作。 グレート・ギャツビーが完成間近だった1924年10月にフィッツ・ジェラルドはパーキンズへアーネスト・ヘミングウェイを紹介する手紙を送った。12月になって我らの時代と銘打たれた商品集がヘミングウェイから送られてきた。パーキンズは彼の非凡な能力を見て取ってぜひ作品を観光したいと考えたが折り足くオーストリアへ出かけたヘミングウェイは パーキンズが連絡を取れないうちに、ボニー・アンドリ・ブライト社に観光許可を与えてしまっていた。パリへ帰って、パーキンズの手紙を読んだヘミングウェイは、自分としては、スクリブナー社から短編集を出したかった胸を、返信している。パーキンズは、契約を結べず落胆したが、ボニー・アンドリ・ブライト社とヘミングウェイの契約は、風刺小説、春の本流の観光が拒否されたことで、あっさりと破綻した。 ヘミングウェイの気持ちは、前々からいろろい返事をくれていた、パーキンズ、そして、スクリブナー社にぐっと傾いていた。ヘミングウェイの作品は、乱り語の多様などが原因で、社の出版方針に反しており、パーキンズもあまり良い値は提示できなかったが、それでも彼は、スクリブナー社との契約に合意した。この契約で、春の本流と、 日はまたボるがスクリブナー社から観光されることが決定し、パーキンズは仲介役となったフィッツジェラルドへ大いに感謝した。春の本流は1926年5月28日、日はまたボるは同年秋の10月22日に観光され、後者は3年で10班を重ねた。1928年にヘミングウェイの父が両重自殺して以来、 彼はパーキンズをますますしたい、スクリブナー社から武器をさらば誰がために金はなるなどの傑作を出版した。パーキンズの側も彼をやんちゃな弟のように見ていた。またヘミングウェイもかつてフィッツジェラルドがしてくれたように有望な作家をパーキンズへ紹介した。1928年秋、パーキンズはマドレーヌ・ボイドから ニューヨーク大学の講師トーマス・ウルフが書いた自伝的長編小説、失われし者、オーロストについて聞かされた。パーキンズは、ボイドから届けられた30万語に及ぶ原稿を、同僚と共に読み進めては、前のページに戻ったりしながら、なんとか読み通した。読み終えた後、彼は、作品が非凡なものだとは認めたものの、めちゃくちゃな構成であり、整えるために、 いくつか大幅な削除が必要だった。それでも、数社から出版を断られていたウルフは、作品を丁寧に読み込んでくれたパーキンズに感謝して、手直しに同意した。出版は、翌年1月に正式決定し、ウルフはこの切報を、ロイドへ原稿を持ち込んだ舞台装置家で当時、パートナー兼パトロンだったアリーン・バーンスタインに伝えた。編集の途中で作品名は、 天使を故郷を見よに変更され、1929年9月に出版された。ウルフはパーキンズへの感謝を序文に書きたがったが、パーキンズやボイドの意見を聞き入れ、結局、ABA として、バーンスタイン宛の検字が付けられた。諸女作観光に尽力したバーンスタインに感謝していた。一方、愛情が覚めていたウルフは、この関係を清算したがっていた。 パーキンズはウルフから相談を受けたほか、バーンスタインから手紙を受けるなどして、ウルフの島で二人の間を取り持つことになった。ウルフの作品の分量が多いのは、登場人物の心情や動作をすべて再現しようとするためだったが、一方で、記述の分量などバランス感覚が欠けていたので、この点をパーキンズの編集が補った。ウルフはこれに深く感謝しており、第二作。 字と革についてでは、パーキンズ宛の検字をつけた。編集者が表に出るのを良しとしなかったパーキンズは、ウルフの身を切らせて、削除に同意させたことなどを挙げて、検定を断ろうとしたが、結局はこれを受け入れ、幸せなことだと書き送っている。また、息子を欲しがっていたパーキンズにとって、ウルフとの関係は、不死のようなものだった。パーキンズは仕事と、 家庭生活をきっちり分けていたが、ウルフだけは例外で何度もパーキンズ家を訪れて会食した。一方ウルフの側も同じように思っていたのか、何時再び故郷へ帰れず中では、パーキンズがモデルのエドワーズ編集長について次のように書き記している。徐々にホックスの中に亡くなった父、探し求めていた父親の姿を見出しているようにジョージは思った。 かくしてフォックスは第二の父、精神上の父になったのである。トーマス・ウルフ、何時再び故郷へ帰れずウルフは元から神経質な人間だったが、1935年に出した最初の短編集、地より浅い、フロムデス・ツー・モーニングが国標を受け始めたことで、パーキンズなど周囲の人間に当たり散らすようになった。パーキンズとの決裂に追い打ちをかけたのは、 1936年にバーナード・デボートが発表した避難記事だった。デボートはこの中で構成力もないウルフはパーキンズなしでは大作家になれなかったと断定した。1935年7月にコロラド大学で開かれた作家会議でウルフは自作執筆におけるパーキンズの助力を語り、これに加筆してある小説の物語ザ・ストーリー・オブ。 エノベルを出版したが、デボートはこれをもって、ウルフを批判したのである。自らの実体験をもとに、天使を故郷を見よ、字と川についてを書き上げたウルフは、パーキンズから聞いた話などをもとに、スクリブナー社の内幕を小説に起こし始めた。パーキンズの同僚だったホイーロックは、彼は不用意な発言をする男ではなかったが、酔いが回ってくると、 トムを授からなかった息子のように思って話をしたのだろうと振り返っている。パーキンズはこれでは会社にいられなくなると漏らし、エージェントから不要意にも、この発言を伝えられたウルフは激怒した。さらに具合の悪いことに、死より朝へ収録の短編で、モデルにされた女性が、ウルフへ医者料の支払いを求める訴えを起こそうとした。パーキンズは、彼女たちが金目当てに申し入れたに過ぎず、 ウルフを執筆に専念させるため時短で温当に解決しようと考えていた。また、長年にわたって身近な人物を題材としてきたウルフには裁判沙汰になれば名誉毀損訴訟を何件も起こされるリスクがあった。しかしウルフはこの行動に対してスクリブナー社が自分を守ってくれなかったと不満を抱いた。この一件を機に 1936年11月12日、ウルフは契約の解除を手紙で申し入れ、スクリブナー社もそれを了承して、印税を生産した。1937年8月、再び、デボートのウルフ表が掲載され、本腰を入れて、出版社を探し始めたウルフは、エドワード・アズウェルの説得をのみ、12月に、ハーパーブラザーズと契約することを決めた。スクリブナー社、 そして、パーキンズと他元を分かったウルフは、パーキンズとの関係に敬意を表し、彼をモデルにした小説を書くことにした。この原稿を書いている途中で、執筆や周囲の騒乱に疲れたウルフは、そこまでの原稿をまとめて、ハーパーズの編集者であるアズウェルに託し、1938年5月にアメリカ西部の旅へと出かけた。ウルフは、 旅先のカナダバンクーバーで風邪をこじらせて、重症の肺炎を発病し、シアトルのサナトリウムに入院した。その後の,の病気が疑われたウルフは、1938年9月10日に、ボルティモアのジョンズ・ホップキンズ病院へ転院し、手術を受けた。ウルフは手術の介なく、結核性脳炎で9月15日に亡くなった。遺言の執行人に指名されていたパーキンズはこれを、引き受け、 またノースカロライナ大学のカロライナマガジンへ追悼文を寄せた。パーキンズをモデルとした部分の原稿は1940年に何時再び故郷に帰れずとしてハーパーズから出版された。また1947年春、ウィリアム・ b ウィズダムが収集したウルフの資料集がハーバード大学図書館へ寄贈されたが、パーキンズはこの紹介記事を ハーバードライブラリーブレティンハーバードライブラリーブレティンに寄せている。パーキンズの晩年は担当した作家たちに先立たれつつ、スクリブナー社での編集生活を続けるというものだった。まず、働きすぎと不節制がたたったリングラードナーが結核を再発させて弱り始めた。ラードナーは結核に加えて不眠症、アルコール依存症などを併発し、1933年9月に 亡くなった。トーマス・ウルフは1938年に亡くなった。SS ・バンダインはパーキンズに遺言の執行人を頼んだ数ヶ月後、心筋拘束で亡くなった。この頃、彼は愛読書の戦争と平和を何度も読み返している。1942年には室内でも帽子をこむるパーキンズの習慣を生む元となった作家のウィル・ジェームズが亡くなった。 1946年にはハーバード大学の学友だったエドワード・シェルドンが亡くなっている。MGM からの契約を打ち切られ様々な面で破滅していたフィッツ・ジェラルドだったが1939年にはラスト・対空運の概要をパーキンズに明かしていた。ところがフィッツ・ジェラルドはこの小説が未完のまま1940年12月21日に 愛人シーラ・グレアムのアパートで死去した。法律的に疑義があったため、パーキンズは遺言の執行人こそ辞退したが、彼の娘、スコティが大学に通っている間の資金を提配したり、彼女の結婚式費用を支払ったりするなど支援を続けた。パーキンズの元にはグレアムからラストタイの遺向が届けられ、彼はエドマンド・ウィルソンに編纂を依頼して、これを出版することにした。 編集者としてのパーキンズは自分が表に出ることを良しとしなかった。ザニューヨーカー紙はウルフの生前にパーキンズの特集記事を書かないか持ちかけたが、この意向によって話が頓挫した。この企画に目ざとく反応したのが批評家のマルカム・カウリーで1944年にザニューヨーカー紙に掲載されたパーキンズの取材記事は長らく陰で、 アメリカ文学界を支えた彼の名を世間に知らしめることになった。記事のタイトル、揺るぎなき友は、ウルフの第二作、字と川についての検事から惹かれ、紹介文が長かったことから、異例の2回に分けて発表された。パーキンズは、自身の編集者としての直感が失われつつあることに気づいていた。また、長年心に秘めていたアイデアを作家に押し付けようと、 することも多かったが、ほとんどうまくいかなかった。狩猟が増えただけでなく、喫煙を続けたことで、空咳が激しくなったり、手の震えが出たりと、身体的な衰えも見え隠れし始めた。1942年頃には、つまるイーズとの隔たりも大きくなり、パーキンズは一層仕事に打ち込むようになった。編集者として有名になるにつれ、 パーキンズに自作を編集してもらいたいとする作家も増え、その中には迷惑な人物も混じるようになった。なぜ自作を出版しないのかなじる人物も、個人的な相談を持ち込む者も、自分の文学観を押し付けようとする人物もいた。そんな中でもパーキンズは、正気を保ち、唯一人、エリザベス・レモンにだけ悩みを打ち明けた。1945年2月。 パーキンズはジェームズ・ジョーンズと出会った。パーキンズは持ち込まれた諸女作よりも彼が手紙で明かしたプロットの方に興味を示し、これは後に地上より永遠にとして出版された。この作品の書行を受け取った1946年末、咳が激しくなったり手が麻痺したりと、パーキンズの体調はさらに悪化した。晩年のパーキンズはウルフの原稿に、 根気よく付き合ったような勢力を書き、丁寧な編集ができなくなっていた。1947年6月、パーキンズは体調を崩して熱を出し、救急車でスタンフォード病院へ担ぎ込まれた。搬送前に彼は、娘バーサに、地上より永遠に、と、アランペートンの、泣け、愛する祖国を、の原稿を、秘書のワイコフへ託すよう言いつけた。入院先で、 六膜炎と肺炎を併発していることが分かった。パーキンズは翌日の6月17日午前5時に詰まるイーズに見取られて亡くなった。62歳没。葬儀は1947年6月19日にニューケ入ナンの聖マーク教会で執り行われ、意外は近くのレイクビュー墓地に葬られた。彼の死を知り、マーシャダ・ベンポートは最新作イーストサイド、 ウエストサイドをパーキンズに捧げた。残された仕事は、ハーバード大学時代からの友人で同僚のジョンホール、ホイーロックがその多くを引き受けた。また遺言執行者は、長年、パーキンズの秘書を務めたアーマワイコフが務めた。1950年、パーキンズの手紙を集め、書簡集エディターー・オーサーが出版された。編纂には、ジョンホール・ホイーロックが中心となって尽力した。 ニューヨークタイムズがミノ記者として働いていた頃、パーキンズはプレーンフィールドのダンス教室で一緒だったルイーズ・ソンダースの家に足しげく訪問した。ルイーズの実家もプレーンフィールドの名家であり、父、ウィリアム・ローレンスはウッドロー・ウィルソンの友人だったほか、プレーンフィールドの市長も2期務めていた。活動的なルイーズはアマチュア女優として活動する傍ら、自ら擬曲も書いていて、 地元では有名な女性だった。派手好みのルイーズは、夫の実家であるパーキンズ家、エヴァーツカではあまり評判が良くなく、むしろ見下されていたという。1910年早春、スクリブナー社への就職が決まったパーキンズは、ルイーズと婚約した。二人は1910年12月31日に、プレーンフィールドのホリークロスエピスコパル教会で結婚式を挙げた。二人は、 ハネムーンの旅行先にニューハンプシャー州コーニッシュを選んだ。ハネムーンから戻った二人はルイーズの父が購入したノースプレーンフィールドマーサー通り95番地の家で新婚生活をスタートした。左耳の耳交換症から来る難聴を患っていたパーキンズは義父から結婚祝いに贈られた金時計を難聴の進行度を測るのに使ったという。夫妻は 自尊心の高さから何度もぶつかったが、それでも離婚が話に上がることはなかった。二人の間には五人の娘が生まれた。パーキンズ自身は息子が生まれるのを絶望していたが、その願いは叶わなかった。1911年に長女バーサ、1913年に次女エリザベスが生まれている。二人の娘は、それぞれルイーズとマックスの母から名前を取って命名された。 さらに2年後の1915年にはサンジョルイーズ、エルビアが生まれた。1916年、パーキンズは、騎兵隊の予備役に志願し、同郷の兵士で組まれた中隊で、メキシコ国境警備へ配備された。3ヶ月に及んだ彼の軍役中、ツマルイーズは、妹夫妻から、父がくれた家が大きすぎるので交換しないかと、持ちかけられた。パーキンズ家はこれを受け入れ、 パーキンズの帰還後にロックビュー街112番地へ引っ越した。これから2年後の1918年、パーキンズ家に四女ジェーンが生まれた。また1924年に一家はコネチカット州ニュー境内へ引っ越し、翌1925年には末娘、ナンシー・ゴールドが生まれている。5人の娘はいずれもパーキンズに出会った。 またパーキンズは娘たちに毎晩本を読み聞かせたり、家族と離れている時には手紙を送るなど、まめな父親であった。ルイーズはパーキンズの希望で結婚と同時に女優を辞めたものの、その活動力は自動演劇の脚本作りやアマチュア劇団の演出へ生かされた。1920年代半ばには、以前よりも精力的に活動するようになり、スクリブナー社から 自動劇の脚本を出版したり、ハーパーズやスクリブナーズに短編が掲載されたりした。1933年、長女バーサを嫁に出したパーキンズ家は、ルイーズの父親がかつて住んでいたマンハッタンの家へと移り住んだ。林家には女優のキャサリン・ヘプバーンが住んでいた。マンハッタンへの転居は、都会生活に憧れていたルイーズが説得したものだったが、 パーキンズ自身も娘の教育のため提案に同意した。転居後ルイーズはますます演劇に打ち込むようになったものの結局成功することはなかった。次女ジッピーは1936年9月に結婚した。1938年、夫婦は再び入刑難に今日構えることにした。これと同じ時期、ルイーズは修道所の訪問を受けてカトリックに傾倒したが、 パーキンズはこれを苦々しく思い、自身の回収には取り合わなかった。何かとぶつかることが多かった夫妻だが、1947年にパーキンズが死んだ後、ルイーズの心にはぽっかり穴が開いた。教会はますます心の寄り所となり、ルイーズは友人に修道院に入りたいなどと漏らしている。また同時に飲酒癖も講じた。1965年2月21日、 彼女は住んでいた家の離れで失火事故を起こし重度の熱傷を負って同日中に亡くなった。パーキンズより8歳年下のエリザベス・レモンは彼が最も親しく思っていた友人で二人は1922年4月に知り合った。これはレモンが毎春の恒例にしていた北部州での投留先にプレーンフィールドを選んだのがきっかけである。彼女は バージニア州とボルティモアに、ゆかりがある旧家の出身で、ボルティモアで、社交界デビューした。パーキンズは、レモンの姿に強く惹かれたが、これはあくまでプラトニックな数形の念であり、夫妻の仲を脅かすような不倫関係に陥ることは、なかった。パーキンズはレモンを、心の拠りどころと感じつつも、自分とレモンが深い仲になることは自立した。 二人はパーキンズが亡くなるまでの25年間分通を続けたが、その一方で彼がレモンの家を訪ねたのはわずかに2階であった。レモンが大切に保管していたパーキンズの手紙は折々の真珠を綴りつつ、レモンを賛美するもので結果として唯一残された彼の手記となった。パーキンズは、つまるイーズがカトリックに傾倒した時期など、家庭や仕事上で、 悩みの多い時期にレモンと数多く分通した。レモンはバージニア州ミドルバーグに住み生涯独身を通した。パーキンズは室内でも常に帽子をかぶっていることで有名だった。これはもともとスクリブナーズマガジンに寄稿していた作家ウィル・ジェームズのテンガロンハットをパーキンズが気に入り、ジェームズが似たようなものを見繕って送ったのがきっかけだった。 そのうち帽子は7号サイズで灰色のソフト帽に変わったが室内でも帽子をこむる習慣はパーキンズの奇壁として有名になるほどだった。その理由について彼の秘書を務めていたアーマワイコフは会社の仮想会にあったスクリブナー書店の店員と間違われないようにするためだったと語っている。ただし自身では急な来客時に外出するところだったと予想って逃れるため、 などとしていた。またパーキンズは、編集作業中に座りっぱなしになるのを防ごうと、園台のような高くて広々とした机を特注し、立ちながら、それに向かって、原稿を読むのを常とした。昼には、オフィスから歩いて43丁目46番地のレストラン、チェリオーに行くことを常としており、店の一角には、パーキンズ専用席が用意されていた。お気に入りのメニューは、 ホロホロ蝶胸肉の蒸し焼きで禁酒法撤廃以来は昼のメニューにマティーニを付け加えた。彼自身は編集者でありながらしばしばスペルを間違うことでも有名だった。長年文通を続けたエリザベス・レモンへの最初の手紙では彼女の名前を間違ってスペリングしている。またカイ・スコット・フィッツ・ジェラルドが最初に送った作品をロマンティック、エゴイストと勘違いしている。 自分の担当する作家が行き詰まっていると感じると、パーキンズは本を送るのが常だった。本を送られた作家の一人、ジェームズ・ジョーンズは彼の送ってくる本が相手の気持ちを引き立てるようなものだったと述べている。また彼自身はトルストイの戦争と平和を愛読し、しばしば娘たちに読み聞かせた。一方で、シェイクスピアには触れることがなく、編集生活を通じて、 自分の無知を恥じていたという。手慰みにいたずら絵描きをすることも好きで、よくナポレオンの横顔をスケッチしていたという。ありがとうございます。